こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今回ご紹介するのはケーシーズのマネークリップ、ホースシューエレファントですね。ちょっといろんな動物の名前が名前にも入ってるんですけど、商品自体は象革のマネークリップになってまして、中が牛革を使用しております。で、この形、ちょっと台形みたいな形になってると思うんですけど、沈め、そうですね、よく馬蹄型のコインケースがあると思うんですけど、それのマネークリップバージョンと思っていただければいいかなと思います。なのでこのアイテムだけで象、牛、馬という3体の動物が入ってるっていう、なんだかお得な商品ですね。象側がまず吸い付くような肌触りなんですけれども、全体的には薄い印象でちょっとふわふわしてますね。やっぱりあの象側は結構シワ感が独特なので、アイテムによってシワが全然違うんですけど、今回結構大きめに入ってる個体ですね。中開けていくと牛側のヌメ側ですね、貼ってありまして、ブランドの刻印があります。でケーシーズさんのアイテムちょっと面白いんですけど、ケーシーズ独特のこのオリジナルの紙幣のサンプルが入ってたりしますね。マネークリップ、ここの金具が動くので、これも同様外していただいて、でカードポケットが 1,2,3 段で入れていただけて、結構こういう指を通した時も余裕があるので、2枚ぐらいは1ポケットに入るんじゃないかなという感じです。でこの後ろもポケットになってますので、もしあの交通系 IC とかお持ちの方だと、もうこれぐらいの厚みであれば改札も通っていただけると思います。こちら側はまあカードを軽く挿していただいたりとか、マネークリップってどうしてもお札が前に来て平ついちゃうので、片方だけ入れていただくと、あのこうまとまりが良くなるんですね。 なのでちょっと束ねたお札を入れていただくのもいいと思います。実際ちょっと現金を入れてみます。こちら実際に現金入れてみました、はい、いかがでしょう。結構大きさというか、ここの長さがあるので、お札が出る心配っていうのが全然なくって、綺麗に収まってますね。こんな感じで今現金入れていて、前にお金があってもここの端っこが余裕があるので、カードがどの種類かっていうのを見やすいっていうのもありますね。なるほど、見やすいですね。でこういう平付きはこちらに入れていただければある程度抑えられるので、数えやすいですし、扱いやすいものになりますね。中は牛革なので、象革はそんなに変化しないんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、結構象革も変化自体はある革で、意外とこのビーズ状の感じなんですけど、ちょっとお色が濃くなってツヤも出てくるので、牛革と似たような変化っていうのはありますね。なるほど、どんどんツヤも出てくるんですね。そうなんです。中もね、牛革もすごく布のようなお色味なので、めっちゃいい飴色に変わりますね。そうですね、結構ここら辺は触っていただくと思うので、しっかり変化もあると思います。ということで本日はケーシーズマネークリップホースシューエレファントをご紹介させていただきました、はい、商品詳細は概要欄に記載しておりますので、そちらからご覧ください、はい、では本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。